ヒットネット TV をご覧の皆さん、こんにちは。はい、視聴ですの時間です。今回もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。お願いします、はい、今回も、はいはい、国島市長と一緒に、はい、今回は防災をテーマにお送りしていきたいと思ってます。防災ね、はい、はい、というわけで今私たちとある倉庫の中にやってきて、やってきていますが、はい、市長、こっちはどういった、ここはどこでしょうっていう感じでしょうか。はい、はい、ここはあのビッグアリーナの、はい、まあ下っていうんですかね、はい、その横に作ってある倉庫なんですけど、はい、これはあの今災害に向けての、うん、まあ、備蓄品の倉庫にしてあります。そうですね、はい、で市内にはこちらのビッグアリーナの他にも、うん、支所であったり公民館、はい、学校も、はい、いろんなね、はい、まあ、避難所のところには分配しておいてありますけど、はい、まあ、ここのところはまあ総合的にいろんなものをまず備蓄だけしておいて、はい、緊急のパッという時にすぐ持っていけるようにね、そうですね、はい、準備をしてあります。ありがとうございます、はい、それではせっかくですので中をご紹介していきましょうか。はい、わ、はい、かりました。皆さんと一緒にちょっとね勉強しましょう。そうしましょう、はい、お願いします。はい、まずあのこちらの方はですね、はい、まあ、一番我々大事な食料品、はい、そうですね、それと水を一応用意してます。もちろんあのそれぞれの避難所にも用意してありますけど、はい、ここには一応形であります。なるほど。これはあのお味噌汁とか、お味噌汁、はい、それからご飯とかいうので、うんうんうん、一応あのこう水で戻したりとかね、うんうん、お湯でやれっていうような形のものです、はい、でお水もね、はい、こういうお水用意してあるんですけど、はい、備蓄してあるんですけど、前はこれちょっと大きな2リットル、ね、2リットルのやつだったんですけど、はい、もう大変だとこれは、でこういう小さなもので、細かくもらった方がいいよというんで、今回こういうちょっと小さな、そうなんですね、岐阜県の水ですね、はい、はい、美味しいお水、はい、でそれからこの辺にあるのはですね、はい、まあ、今あの同じようなものなんですけど、はい、ちょっとほらあのご飯ばっかしじゃ、そうですね、なんかねってちょっと小腹が空いたってわけじゃないけど、はい、少しこういうのもっていうので、はい、これはあのクッキーです。クッキー、はい、ね、ライスクッキー、ご飯 の, あのお米のクッキー。なるほど、うん、これ美味しいですよこれ、はい、うん、柔らかくて、柔らかい、子供さんにもその、まあ、ご飯というよりもこういうので食べれる、うん、ちょっとね、うん、ちょっとそういうのでやれるっていうので、これはあの長持ちするものでライスクッキー、ご飯食べると同じような甘さも控えめで美味しかったですね。あ、そうです、ですよね、うん、でね、もう一つは、うん、今ちょっと新しく入れたんですけど、はい、いろんなこの備蓄してる従来のものは、うん、はい、水で戻したりとか湯の中に入れたりとかで、はい、食べるのが多いじゃないですか。そうですよね。でこれはね、このままこのままですか。和風のリゾットなんだけど、はい、これをピッと開ければ、はい、もう和風リゾットが食べられちゃうんです。食べられるという、だから 湯を沸かさなければもいいし、はい、お水を余分に使わなくてもいいっていう。そうなんですね。今こういうのがね、あの出てきましたので、新しい、手軽にね、食べていただけるという。それをこういうふうにして今用意をさせていただきました。なるほど。あとはこちらの方にはあの毛布、大切ですよね。大切な毛布なんですけどね、これ毛布とか、それからあの下に敷いて熱をこう、はい、逃がさない、逃がさないようなものとか含めて、はい、寝るやつですね。そうですね。これが全部あの備蓄をさせていただいてます。はい、はい、ずっとこちらの方には今、はい、食料品が備蓄をされてまして、そうですね、たくさんあります。先ほど言ったこの和風のリゾットとかありますね。でここまで来ると、うん、もうあそこにちょっと大きな、はい、鍋が、鍋のような、はい、あれはあのまあ大量にご飯を炊き出しで、炊き出し、お味噌汁を大量にやったりというようなところで炊き出し用の、ね、これ結構使われてますね、はい、なるほど。あとは夜間だとか ね、 そうですね、いろんなこのそういう、まあ、ちょっと作るような備品をここら辺に用意をしてあります、はい、さっきのライスクッキーもほとんど食料分野ですね、こちらの方はね。そういうことですね。でこれはちょっと面白いんですよ、折りたたみのリアカー。リアカー、やっぱほら車が通れないとかなんかいろんな時ある時に、ね、これに物を置いて、手っ取り早く職員の人とか、はい、市民の皆さんにほって言ったら、こう広げるとすぐリアカーになっちゃうんですね。そうなんですね。意外とこれ便利なんですよ、このリアカーっていうのはね。いろいろありますね。で、はい、水害のもうちょっとありましたでしょ、あの、はい、高山でもね、はい、そういう時のための救命ボート、はあ、ボートまで、だからちょっとこういうものも必要になってくるねっていう形で入れてます。
なるほど。それから、まあ、コードリールだとか、はい、いろいろな、まあ、ガソリンのチェーンソーだとかですね、はい、用意をして、こちらの方に先ほどちょっとお話ししましたけど、あ、はい、お水、そうですね、お水をちょっと用意をさせていただいたり、はい、それからあのガソリンとか軽油のね、はい、蛍光板とかタンクですね、はい、タンクを持ってます。ちょっとこれ見ていただきたいんですけど、はい、まあ、災害になった時に、はい、まあ、すぐトイレ、ね、が必要になってくるじゃないですか。そうですね。でもトイレっていうのが、まあ、あの水栓が詰まってしまったりとか、はい、まあ、水が来ないとか、はい、そういうところがあるので、なるほど、これはあの簡易トイレなので、はい、あの簡単に段ボールでできててね、はい、軽い、本当ですね、うん、でこういう簡易トイレをこう用意させていただいたりします。なるほど、はい、あるわけですね、いろんなところでやっぱ使っていただける。いろいろ。あとはもうテント類とかね。そうですね。ここら辺はやってます。トイレットペーパー。はい。こうトイレットペーパーって結構ね、うん、はい、必要なんですよ。そうですよね。まあ、持ち出して逃げていくわけにいかないから、ね。確かに確かに。避難所に用意していかないからし。あのまたあの自宅でも必要だと言われる方にはこうねお配りできるようにということであります。あとおむつもあるんですよね。おむつもあります。これやっぱしあのお子さんをね、はい、なられた方はちょっとご心配なところがあろうかということ で、うん、そうですね、おむつをやってます、はい、それから、まあ、投光器がありますけども、はい、停電がこの前そうですよあったじゃないですか、あの、はい、例えば冬の時の停電とか、うん、それから去年も停電したり、はい、台風で、でそうするとやっぱ電気が必要になってくるので、はい、こういうところに発電機を、発電機ですか、発電機と投光器を、なるほどなるほど、用意してね、で電池もそうだけども、はい、でこれなんかはね、はい、ガスボンベ、ガスボンベで家庭にある、はい、あるじゃないですか、こういうあのカセットコンロ、それのボンベで発電するんです。もう停電の時は大活躍ですね。そうなんです。でやっぱしこれハンディで持ち運びができるようになってるから、る、はい、必要なところへ持って行ってそこでやるという。でこちらの方はちょっとあのガソリンで、はいはい、長期間にわたって電気を、はい、冬寒いといけないので、そうですね、あのいろんなストーブをね、はい、ちょっと用意をさせていただいてます。たくさんありますね。冬はもう絶対必需品、高山は必要ですもんね。もう絶対必需品、ゴミ袋だとかメガホンだとか、グッて多岐にわたって割り箸からね、あら、そうですね、必要ですよね、割り箸も。いろんなものずっとこう用意をして、いつでもね、はい、あのすぐに出せるようにこう分かるように備蓄はしてあります。そういうことですね、はい、分かりました、まあ、そういったわけで今たくさんある備蓄品を紹介していただきましたが、今年度新たに導入した備蓄品もあるんですよね。はい、はいはい、これがね、ワンタッチのパーティションと言いましてね、はい、あの後でちょっと、ね、あの組み立ててみたいと思いますけど、はい、やっぱりあの避難所っていうのは体育館のフロアみたいなところによくお集まりいただけると、はい、プライバシーがなかなか保てないっていうことがあるの で、なるほど、それをまあこう簡易の間仕切りを皆さん方でこう、はい、組み立てていただいて、はい、まあ、プライバシーを守るようなそういう形にしようというもの。はあ、それから、はい、夏、はい、去年の夏の災害があった時に、はい、本当に暑かったじゃないですか。そうですね。でもやっぱりなかなか体育館の中だともう、うん、熱気がこもっちゃって子どもさん方も寝れないとかあったね、はい、のでこれはあのスポットクーラーと言いましてね、はい、そこの、 あの風を部分的にこう冷風をそこへ、はい、流すと、うん、クーラーというよりもまあなんか送風というのう、ね、まあ、冷たい空気をこう送ってやるという、はい、の用意を新たにさせていただきました。なるほど、はい、まあ、これもやっぱし あれですよ、なんていうのかな、災害が起こった時に、はい、いろいろ皆さん方からあのご意見をいただいて、はい、でもうこうしていただくともっといいよ、こうしてるといいよっていうようなお話を、うん、あのお聞きしたので、その分をやっぱし今具体的に、はい、準備をさせていただいてます。はい、で避難所っていうと、はい、なんか不自由なところ、うん、プライバシーもないし子どもさん方も大変だし、うん、あるいは寝るにしたって床の上で毛布だけだったとかさ、はい、暑いとか寒いとかそういう、まあ、なんか避難所ってすごくあの不自由なところだから行きたくないってい いうお話もあるじゃないですか。なるほど、はい、かそういうその、まあ、プライバシーを守るとかそれから、まあ、体の弱い方だとか、うん、動けない方だとかいろんな条件に合わせてそれでしっかりと、はい、あの
まあ、快適という言い方がいいのかわからないけど、はい、ご不自由のないような避難生活を送っていただくための、はい、まあ、いろいろ工夫をね、はい、物も大事だけどもそういう仕組みをちょっと作っていきたいということで、はい、今あの担当のところが一生懸命考えながらでいるものはどん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 今準備をしていくしています。なるほど、はい、まあ、災害ないに越したことはないですけども、うん、やはりその万が一の時に備えて、うん、市民の皆さんに少しでもこう負担を減らそうということで、そうだね、そうそうそう、もう心の負担もあるし体の負担もあるからさ、はい、両方ともやっぱそれをできるだけ軽減して、はい、まあ、過ごしやすいっていうか、はい、そこにあの、うん、ゆっくり避難できるという環境を、はい、作りたいなと思ってます。そういった思いが込められているわけですね。はいはい、そうですね。わかりました。はい、ではあの新たに導入したものについて紹介していこうと思うんですが、はいはい、ここで、はい、今回のゲストをご紹介したいと思います。プロを呼んでください。プロを、はいはい、では高山市危機管理課の黒谷さんをお呼びします。黒谷さんよろしくお願いします。はい、もうプロだから、ね、プロですかね、プロって言い方だけど専門家だからですよね、もっと詳しいことを、はい、あ、そうですね、はい、お願いします、はい、黒谷さんよろしくお願いします。よろしくお願いいたします、はい、では早速ですが、今回導入した、物品についてご紹介をお願いします。はい、今年度の先ほど市長からも紹介いただきましたが、新たにワンタッチパーテーションですとか、はい、段ボールベッドなどを、まあ、備蓄させていただきました。はい、あの先にですね、あのワンタッチパーテーションなんですけども、こちらの方、あの市では従来は、はい、あの間仕切りとして、はい、あのプライバシーを確保するため段ボールのものをあの備蓄を進めておりました。はい、ただあの段ボールのものですと、まあ、あの備蓄のスペースが必要になること、あと組み立てに多人数の方の協力が必要になるということがありましたので、新たに手軽に持ち運びができて、まあ、簡単に組み立てができるこちらのワンタッチパーテーションを導入いたしました。はい、あの簡単に組み立てられますので、せっかくですのでぜひ今組み立てていただきたいと思いますが、はい、市長いきますか。お、俺がか。はい、さあできるかね。やってみましょう。タバト君手伝ってよ。はい、わ、はい、かりました。はい、はい、持ち出しました今。はい、市長こういう一人で持ち運びもできるんですよね。簡単だよね、軽いです。今までのダンボールのやつはもうすごい大きいから、そうですよ、何人もでかかってきたけども一人で、そうです、軽いですね、うん、では早速やってみましょうか。はい、はい、やってみましょう。はい、はいはい、ではではまず開けてみまして、プロに押さえてもらう。プロにじゃあちょっと指導。はい、床の方はですね、はい、そちらの方の銀色の方を先に広げていただいて、先に広げる、はい、はいはい、銀色を、はい、上の方にして、はい、はい、はい、これがまあスペース、はいはい、続きましてあの壁になるんですけど、こちらあの畳んでありますので、これ壁なんですか。はい、そうですね、折り畳み、はい、これ、はい、多分お二人でも簡単に広げられますので、ぜひワンタッチ、はい、ワンタッチ、あ、ほら、あららら、はい、こうさ、はい、そうですか、はい、で上下がありますのでちょっと上下、あ、はい、こういうふうだ、はい、はい、でこれをここの上に、はいはいはい、持ってきまし た,、はい、ました。あともう一つこちらの仕切りの紙があります。これも同じようにワンタッチで開くんで、うん、おお簡単に開きました。でこちらはここにですね、つけていただいてマジックテープで留めるようになっておりますので、ここのマジ黒いところに、はい、つければ、はい、でこう下もマジックテープで留めるわけですね。で以上で完成ですか。はい、以上で完成です。でここが入り口なんだよ、ここは。あ、そこから入るんですね。ちょっとこちらへ移しておきますか。こういうふうになっておって、こちら側のスペースはこちら側からこういうふうに入っていっていただくと、はい、この間仕切りもね、はい、あんまり高いとまた、はい、あのほら状況が見えないというところがあるので、なるほど、まあ、そういうこともあるし、またここのなんていうのかな、このあのスペースもさ、はい、この間仕切りがあることによって、はい、こっちとこっちで使い変えたりとかいろいろできるので、用途を、まあ、用途がいろいろあるから、はい、まあ、いいものだと思いますね。いいですよね、はい、
ちょっとどうでした、組み立ててみての感想を。だってこれ自分で開いていてくれるんだもん。そうですね、びっくりしましたね。何も組み立てない、ここマジックテープ止めるだけだった。そうでしたね、すごい。ただ、まあ、あのお年寄りの方でもね、はい、あのお子さんでもできると思うんですね。そうですね、はい、いいよねこれね。あ、そうですね、はい、うん、本当にあの前の段ボールのものと比べると簡単に組み立てができますし、うん、まあ、一人でも持ち運びができるというのが非常に便利な製品だなと思っております。はい、で続きましては今度は段ボールベッドの紹介に移りたいと思います。はい、じゃあもう一度中の方へ入りましょうか。わかりました、はい、お願いします。はい、では続きまして段ボールベッドを紹介させていきます。こちらの方の あの段ボールベッドにつきましては、まあ、段ボールで作られておりまして、まあ、床に寝るよりも衛生的で、まあ、横になったり起き上がったりする動作が楽になるということで、まあ、足腰の弱いまあ、お年寄りの方などの利用のために購入をして導入してまあ備蓄を進めておるものです。また椅子の代わりにもなりますので立ち上がる際にも容易に立ち上がることなどができます。まあ、せっかくなら段ボールなんですけども、あのぜひちょっと座ってみてその感触を確かめていただきたいと思います。はい、お願いします。はい、分かりました。ちょっと一見なんか危うそうに見えるけどね。そう見えますよ、うん、いかがでしょうか。あ、これ僕体重70キロあるんだけどさ、はい、全然大丈夫だよこれ。市長100キロまでいけるそうです。100キロまでいけるの、はい、あ、だそうでしょうこれ。これちょっとこうね、はい、あ、そうですね。ああ、なるほど。で、起き上がるときに、はい、こういうふうに足が来るから、はい、すぐここで立ち上がりやすい。で、あの、まあ、解除する方も解除しやすいよね、はい、こう下からずっというよりもね。そうですよね。寝心地もだってこう少し安定するよな。そうですね、うんうん、直接床よか。そうですよ、うん、こちらもまた組み立て式だったんですけど5分もかからないぐらいで組み立ててしまうので、はいはい、とても簡単にできました。これもマジックテープ。あ、そうなんですよ。なるほど。そうなんです。そうですね。またあの防災訓練の機会などでも紹介していきますので、ぜひ実際に、まあ、各種訓練の際にご利用して、うん、まあ、実際に体験していただきたいと思います。うん、じゃ あ、 あの続きまして今度はスポットクーラーの方の紹介に移らさせていただきます。はい、ではあのスポットクーラーにスイッチを入れます。あのこちらのスポットクーラーはですね、あの夏の暑い時期にですね、まあ、どれだけでも、まあ、涼を取るため涼しくするためということで導入をさせていただきました。はい、まあ、あの全体をちょっとそのクーラーとして完全に冷やすというふうではないんですけども、当たっていただければ十分に涼を取れることができますので、特にお年寄りの方ですとかお子さんなど、まあ、あの暑さに心配な方向けに、導入をしておるものです。実際にちょっと市長に当たっていただきたい。ここまでもうすごいよ、うんうん、涼しい風が届いてます、ね、来てるし、はい、うん、あのいいじゃないか ね、 体育館のようなところ全体をさ、はい、やっぱ冷房するってことなかなか難しいんだけど、はい、こういうのを部分的に ね、 そうですね、置いて、うん、特に体のちょっと不自由な方とかさ、はい、うん、弱い方っていうのはやっぱ必要だと思いますよ。赤ちゃんとかな。はい、そうですね、うん、すごいいい風、いい風っていうか涼しい風。ちょっとこの時期だと寒いなって感じ。確かに、うん、ちょっと寒いよねみたいなくらいの、はい、あの涼しい風が入ってきます。また夏場の訓練などでもこちらも出していってどんどん活用を進めていきたいと思います。またあのこれはあの市で備蓄しておるスポットクーラーのほかですね、県内の空調設備会社とあの応援協定を県で結んでおりましたので、まあ、非常時にはあの応援協定の事業所からこちら の、 あの冷房製品などもまあ手配していただくというようなあの手配をするようにあの準備をしておりますので紹介を合わせてさせていただきます。またあの今年度ですね、他にもあの新たにですね、まあ避難所において気象情報や災害情報をまあ映像で見えるよう、まあ、具体的にはあのテレビで見えるように避難所でテレビが見えるようなテレビ配線の整備も今年度中にまあ設置をできるように今現在進めておる予定でございます。避難所でね、避難所があの入っちゃうと、はい、なかなか情報があの伝わらないということで、はい、あのご心配されてるんで、うん、ラジオとかテレビとかね、はい、そういうものがそこのところで、うん、刻々と情報が分かるようにしてほしいって声がやっぱり多かったの。なるほど。それで今本当にあの話していただいたような整備をできるということで、はい、なるほど、はい、本当に多岐にわたって導入されていますね、うん、はい。で、まあ、そういったわけなんですけども、今ほどまではその物品についてご紹介していただきましたが、黒谷さん、他に何か耳寄りな情報っていうのはありませんでしょうか。
はい、それではですね、今年から新たに導入されました、はい、まあ、警戒レベルについて紹介をさせていただきたいと思います。はい、では、警戒レベルにつきましてフリップをご用意しましたので、こちらのフリップをご覧ください。昨年7月の豪雨災害を踏まえ、全国的にこれまでの避難勧告、避難指示という言葉だけでなく、市民の方がより理解しやすい形で避難できるよう、警戒レベルという数字を用いた新しい避難情報の伝達が始まっています。今年発生した全国各地の豪雨でもニュースなどで警戒レベルが使用され、市民の皆様も耳にされた方が多いのではないかと思います。警戒レベルにはレベル1から5まであり、5に近づくほど危険ということを表しています。では順にレベルと市民の皆様の取るべき行動を説明していきます。レベル1は災害への心構えを高める段階です。そして警戒レベル2は注意報の段階です。避難行動に備え、ハザードマップなどで災害が想定される区域や避難先、避難経路を確認してください。警戒レベル3は警報の段階です。避難に時間を要する方は避難を開始し、それ以外の方は避難の準備をする段階になります。警戒レベル4は避難行動の開始です。避難勧告とより強く避難を促す避難指示緊急の2つがあります。警戒レベル5は実際に災害が発生している状況です。すでに災害が発生していますので、命を守るため最善の行動をとってください。市ではこれらの警戒レベルを用いて避難情報を防災無線や高山防災ラジオ、安全安心メール、ツイッター、LINE などでお伝えします。はい、続きましてこちらは、警戒レベル相当について説明をさせていただきます。情報によっては警戒レベル4相当というように、相当という言葉がついて発表されることがあります。この相当という情報は市町村が出した避難情報ではないため、これらの情報をテレビなどで確認した場合は市から避難情報が出されていないかを確認してください。市から警戒レベルを付与した避難情報が出された場合には、早めの避難を心がけ、安全な場所への避難行動を開始してください。はい、ありがとうございます。市長、ここまでも警戒レベル、うん、新たな警戒レベルの情報発信という話ありましたが、うん、はい、そちらについていかが思われますか。はい、先ほどのフリップで見ていただいて分かるように、はい、このレベルというふうに1、2、3、4ってこう出てくれば、はい、その時に何をしなきゃいけないかということを具体的に書いてあるから、はいはい、分かりやすいと思うんですね。そうですね。自分の財産、家族を守るにはやっぱり、うん、自ら率先してその情報に従って行動してほしいなっていうふうに僕は思います。そうですよね。去年の全市に避難指示が出た時もそうなんですけど、はい、隣の人が動かないから私どこも大丈夫、これまでここには水使ったことないから大丈夫というような、はい、そういう勘だけとかね、そういうのではやはり行動すると後で大変なことになると思いますから、はい、しっかりとやっぱこの情報に合わせて行動を取ってもらいたいと思うよね。はい、そうですね、うん、なかなか大変だったよね。避難所も大変なんですけどね、はい、お迎えするのは。そうですね。こういう備品があってしっかりと準備はしますので、はい、安心して避難していただいてたいなというふうに思いますですね。うん、はい、まあ、そういったわけで、まあ、今警戒レベルのお話がありましたが、その他にも黒谷さん何かお得な情報ってありますでしょうか。はい、ではですね、この実際の市からですね、避難情報が出される防災無線について簡単にちょっと紹介をさせていただきたいと思います。はい、市では今お話しした避難情報を防災無線を使ってお伝えしています。ただこの防災無線につきましては、雨音などで防災無線の内容が聞こえなかった、まあ、反響して何を言っているのかよくわからなかった、放送を聞き逃したなどのお話を市民の皆様からいただいております。このような声に対応するため、市では直前の放送内容を電話で確認できる防災テレフォンサービスを整備しています。今年度同時に多数のお問い合わせがにも対応できるよう拡充しましたのでご利用ください。防災テレフォンサービスの電話番号は0180-995-690、 0180-995-690、 緊急号録音と覚えていただき、ぜひご利用いただきたいと思います。
なるほど、うん、この防災無線で、放送した内容を録音したからということで、緊急号録音というふうに覚えるんですね、なるほど、ぜひ視聴者の皆さんにはメモとしてもらいたいですね。このことはね大事なことで、はい、あの雨が強かったりとか風が強かったりいろんなことすると、はい、なかなかあの外で出てきた防災無線、はい、なんか話してるよっていうことは放送は出てるんだけど中身は何だろうねってことがわからないことが多いっていうふうにお聞きしたんですね。なるほど。ですからそのことを防災無線聞き逃したとか分からなかったって時はこちらのテレフォンサービスにあの電話をしてもらえるとその中身があの聞けるのでもう一度、あの確認できるし、いいことだと思います。ぜひあのこれあの皆さんあの記録しておいて使っていただければと思います。そうですよね。まあ、あとはあの FM 放送のヒッツ FM だったっけ、はい、それでも同時にやってるんだよね。同じ時間帯に放送しております、ラジオでも聞くことが、ラジオでも聞くことができるから、聞こえにくいなって思われるときは FM ラジオをつけていただけた、ヒッツ FM、合わせていただくとその同じ放送が流れますのでより確実に情報を受け取れると。より確実にね。そうですね、はい、ぜひ活用してもらいたいなと思います。そうですね、携帯電話の電話帳に登録してもらいたいですね。あ、そうだよね。ですよね。そう便利ですよね。そうしておくと、そういうことだ、まあ、そういったわけで、今回防災をテーマにお送りしてきたわけなんですが、番組も終盤に差し掛かってきましたので、一言ずつ、メッセージをお願いしたいと思います。まず小谷さんからお願いします。はい、市ではですね、今日ご紹介しましたようなさまざまな防災備蓄品を備えております。ただ災害に備えるためにはやはり自助が一番大事になってきます。家庭でもですね、持ち出し品の確認や家庭内備蓄を進めていただきまして、万が一の災害に備えていただきますようよろしくお願いします。また防災の関する取り組みにつきましてお問い合わせは高山市の危機管理課 0577-35-3345 0577-35-3345 までお問い合わせください。はい、ありがとうございます。では最後に市長お願いします。数日前に伊勢湾台風が来て60年を迎えたとか、それから御嶽山の火山が爆発して5年経ったとかっていう日を迎えましたけれども、そういう災害というのはね、いつ起こるかわからないので、それに備えておくっていう気持ちが一番大事だと僕思うんですね。なるほど。で、そのためには今担当の方から話があったように、やっぱり自分のうちでできることは自分のうちでまずしておいていただく、でそれが自助だよね、で例えば、災害用の非常持ち出しを用意しておくっていうことも大事だろうけども、さらには万が一あった時にみんなはどこで連絡を取り合う、あるいは連絡が取り合わないところはどこへ集まるとかっていうことを家族の中でこう話してもらったりしながら、万が一に備えておくっていうことはまず大事だと思いますね。なるほど。でそれから、先ほど来お話をしているようにいろいろ情報を提供いたしますから、その情報を判断していただいて的確な行動を取ってもらいたいということが次を思います。で、実際にもし避難をされた時のいろんな不都合なことがあれば、教えていただければ我々も行政として一生懸命市民の皆さんと一緒にね、しっかりと対応していきたいと思います。これからもね、そういう災害はいつ起こるかわからないという気持ちで、市民の皆さんと担当者我々一緒になって対応していきたいと思いますので、ぜひそういう意味で皆さん常にいつ起こるかわからないという気持ちで、対応していただければと思います。はい、ありがとうございました。今回は国島市長と一緒にゲストに高山市危機管理課の黒谷さんをお招きしまして防災をテーマにお届けをしてきました。万が一の時に備えまして、今日ご紹介したことをぜひご家族やご友人等で、共有していただければと思います。それでは今回の番組ここまでとなります。市長黒谷さん、ありがとうございました。どうもありがとうございました。皆さん備えましょう。